しまう。いや、わしはもう、うわっ、ちょちゃん、はい、皆さんおはようございます。ダークソンでございます。ただいまですね、私は豊富温泉に宿泊いたしました。はい、で奥の方に見えるニュー温泉閣ホテルというところに泊まったんですよね。でこの辺一帯が豊富温泉でございまして、まあ、近くに川島旅館ですとか、こちらね、日帰り入浴施設ふれあいセンターがございました。はい、それでですね、温泉成分分析表を見た限りでは全てね、同じ温泉を使っている模様でございます。はい、こちら天然ガスプラントなんですが、ここにね、豊富温泉の由来の看板がございました。大正14年石油試掘の際に天然ガスとともに油を含んだ温泉水が噴出したそうでございます。で温泉はナトリウム塩化物泉で豊富な薬効成分を含んでおります。そうですね、たくさんね、湯治区に来る人が多いようで、私も昨日入らさせていただいたんですが、あの小さなね、ささくれとか傷はね、一瞬で治ってしまいますね。油が入ってるからかな。で体もよく温まると。でこちら今完全に見えてる井戸、こっからもね、引いてるみたいですね。で高張性の温泉ということで、あの人間の体液よりも濃度が高いんですよね。で成分が体に直接入ってきやすいということで、長湯するとやや疲労感が残る温泉なのかなと感じました。なのでこまめにね、短い時間で入浴するのがおすすめかなと思います。天然ガスが採取されるんです。非常にいいですね。じゃあこの辺一帯ね、非常に静かでして、なんか小さな川も流れてるようなんで、散策してみたいと思います。はい、豊富温泉からしばらく歩いたところにですね、春に入れの木があるようなので近寄ってみたいと思います。こちらですね、はい、大きな春に入れの木が見えてきました。看板があるんでね、写したいと思います。はい、豊富温泉の春に入れの木です。ジャパニーズエルムっていうんだね。あと樹齢が約300年、樹高18メートル、あ、幹回りですか、 3.9 といった模様でございます。この春に入れは旧温泉小学校敷地に根を張る巨木、長年の風雪に耐え抜いた有志は、温泉地区の発展及び温泉小学校、まあ、並行したんですが、まあ、生徒たちの士気を通じて見守ってきました。で、近くには温湖と桜の2本が
一体化した珍しい木もありますので一緒にご覧くださいませと。こちらがね、春ニレですね。300年です。おお。大きな木なので多少の雨はしのげますね。カメラに水滴つかないように撮影しておりますが、幹周りはこのようになってます。草が刈られてね、いい感じですね。枝が少し切れてるところもあるんですね。よいしょ。なかなか風格がございますね。枝もね、この辺まで伸びてんだよね。これ。こう下まで地面につきそうなほど伸びてますよ、枝。で、こちらが、桜とオンコですか、一体化した木ですね。これ多分ね、腐った木に根が生えたんだよね。こっちがオンコかな。で、右側が桜の木と、この丸い幹が元木っていうか、こっから生えてんだね。オンコ、桜です。珍しいんですね。お、はい、こちらが旧温泉小学校ですか、体育館ですね。今は別な施設で使用されている模様でございます。もうね、この階段には天然のクモの巣のゲートが張られてますね。ここ通るの勇気がいります。で、向こう側が豊富温泉になってました。はい、春ニレの木でした。
ここにジャージー牛の赤ちゃん、名前はギー、男の子です。いました、可愛い赤ちゃん。ジャージー牛はですね、乳脂肪分がとても高くて美味しい牛乳が取れるそうなんですが、あんまりね高く買い取ってくれないそうなんですよ。なんでね、あんまり頭数がいないはずなんだよな。かわいい。はい、このお尻を向けたあたりで終わります。